食道壁の層1、粘膜2、粘膜下層3、筋層4、外膜5、オーモ門筋6、ストライテッドスムーズ7、平らなめ筋8、粘膜筋板9、食道腺外膜は、器官、血管、その他の構造における結合組織の最外層。例えば、チュニカ・アドビンティ社と呼ばれる動脈を包む結合組織は、動脈とは無関係であるとみなされている。外膜の役割は、 ある程度は、器官を包む、組織の層である小膜より優先する。腹部においては、腹部かあるいは、腹部広報下により、器官を包む膜は、外膜と小膜に分かれる。消化管において、外筋層の多くは小膜によって境界される。しかし、胸部食道、上部血腸、直腸の外筋層は外膜によって境界される。胆脳の結合組織は外膜によって、 肝臓の表面と、その他の表面とは小膜によって境界される。細菌においては、外膜は、グラム陰性菌に認められる構造である。リポタトを主成分とする。グラム陰性菌はこの外膜で、グラム陽性菌の細胞膜に相当する内膜を包み込み、この内外膜間に、ペリプラズム空間を持つ。グラム陽性菌でも存在する細菌の、 細胞壁ペプチドグリカンはこのペリプラズム空間に存在する。ありがとうございます。